奥田さんは、これまで受けた面接で、パソコンが使えるかどうか聞かれることがたびたびありました触る機会もなかったから、できませんって言ったら、もうそ、その時点でもう、面接落ちたんじゃないかなって、もういつもそ,そんな考えしかも最近かわんことなくてですね。 今はその企業で常識になっているパソコン程度は、やっぱし必要だと思います。また、じゃないと、一生なんか懸命な,な気がしてくるんですね。久保さん、まあ、ちょっと編集しましたけど、いやー、櫻井翔士さんのいい言葉ですね捨て、捨てるっていうね、やっぱなかなかみんな捨てられないんですけどね。 ただ、あの、冒頭でね、ちょっと入れましたけども、あれ結構前の映像なんですけど、まあパソコン使えないとね、ずっと派遣、まあそれは派遣の、派遣切りにった人のドキュメンタリーなんですけど、まあパソコン使えないと、あの、一生派遣のような気がしてみたいなね。うん。まあこれはね、どう捉えるかですね。 正直、まあ今はね、パソコン世代ではなく、スマホだけでもビジネスはやろうと思えばできるので、あのー、別にパソコン使えなくてもいいんですけど、ただまあ、作業効率上げるんだったらパソコンは使えた方がまた絶対いいです。ネットビジネスやる上で。特に、その、まああと5年後とかわかんないですけどね。もう、今はもうパソコンみたいなもんですからね、スマホはただまあ、パソコンは使えないよりか使えた方がいいかなとは思いますけど、まあ何が言いたいのかっていうと、要は、 その新しいデバイスを使いこなせる挑戦ですよねで、あの時代の時ってスマホなかったと思うんですけど、あの世代、時代の中でもパソコン使える人と使えない人がいたわけですよ、じゃあ今の世代で言うならば、スマホを使える人と使えない人がいるわけですよね。 だから要は新しいテクノロジーがで出た時にそこにやっぱ挑戦していく使っていくだ YouTube が出た時に YouTube 使っていくじゃあ YouTube を使ってった人はどうなってるのか最初から使ってった人はどうなってるのかそして継続してった人はどうなってるのかスーパーでねアルバイトをしていてね当時給料手取り何10万とかねスーパーでバイトしてた人が今はね億万長者日本一のトップ YouTuber ヒカキンですよ、ね、でビートボックスをね 特技としてあの YouTube でアップロードしてたんだけどその特技今全く使ってないみたいなね <laughs> 全くビートボックスやってねえやみたいな話でまあ、あれも捨てたんですよね自分の特技ですよね自分の特技あったんだけどそれもう捨ててこのままじゃもっと伸びないなっていうことで今までの特技を捨ててで 今のことをやってるわけですよ。レビューとかいろんな企画やってますよね。で、実際僕はあのヒカキンさん5、6、7年前だったから見てたんですけど、当時そのビートボックスのヒカキンさんより上手いんじゃないかなっていうビートボックスの人もいてて、その人も YouTube やってたんですよ。で、そ,その人がめっちゃ上手いのと思ったんですね。すげえな、この人みたいな。でもその人はずっとまあビートボックスやってたんですよ。 で、ヒカキンさんはビートボックス捨てて、いろんな企画にチャレンジしたんですよ。その結果どうなったかっていうと、そのビートボックスの人も今100万人いるのかなまあまあいるんですけど、ヒカキンさん800万人、700万人いるじゃないですか。だからこの違いなんですよね。すごいですよね。だからやっぱ捨てるって結構大事だなと思うんですね。捨てることも大事だし、挑戦することも大事だし、 もちろんね、自分の特技を貫くっていうね、自分スタイルを貫くっていうことも大事なんですけども、でも時代に対応していく、その対応力、挑戦していくっていうことが本当に大事だと思います。まあ逆に言うと僕は、これに挑戦してるっていう感じなんですよね。何かっていうと、再生数少なくても、ずっとビジネスをすることに挑戦。だから前そのコンサル生の中で、いやちょっと数が少なくて、もうちょっとリストあればもうちょっと売り上げ上がる。 と思うんですよねみたいに言ってたんで、いやいや、数が少なくてもどうやったら売り上げ上がるかっていうところも挑戦だよみたいな話をしてたんですけど、その、ある意味僕も、この、例えばね、もう本当に1再生だけでもね、どうやって売り上げ作るのかっていう、でも1再生でも売り上げ作ることは可能じゃないですか、1人いてるんで。だそれでどうやって売り上げあるのか、今の現状でどう、だから日々僕はね、あの、結構挑戦してますね。この、これでどう売るのかっていう。 うんこれもこれで、ね、その逆の挑戦だと僕は思ってます。でも肌から見たらそれは挑戦じゃないって言われるかもしれないですけど、でもその挑戦じゃないって指さす人は多分何もやってないですよね。であの、リストが少ないとかね、再生数が少ないから売り上げ作れないんだっていうことを理由にして多分、なんかあだこだ言うと思うんですけど。僕この再生数で 4年自由にやってますから。それは何でかっていうと、自分の中でじゃあどうやったら売れるのか、どうやって売っていくっていうのを常に考えて、24時間、なんだ、ビジネスのこと考えてますから。てか、24時間ビジネスのことを考えてない、考えてないことがないんじゃないかなっていう。まあ、それは昔会社経営してた時も、社長やってた時もずっと24時間社長、あ、なんだ、会社のことを考えてる、ましたけどね。だからその、なんだろうな、何かを習得するときに、 例えば、その、小学校の時にね、陰2が2、陰3が3、陰4が4、陰5が5、2、2が4、2、3が6、2、四が8、2、2 4が8 2、8 2 4、2、5、10、2、6、10、2、7、2、2、<laughs> ちょっと言えなくなってるな <laughs>。これを覚えるのに、何回リピーしましたっていう。僕たち、あの、久保さんとかも、量やりましょうって言ってますけど、句を覚える時どれだけの量をやりましたどれだけの呪文を唱えました陰2が2とか。僕、風呂場で母ちゃんとずっと呪文を唱えてた。 かなり反復でやってたと思いますよでも人間が何かを覚えるってその反復以外ないと僕は思ってますもしこれを見てるねあなたがククをね1回見ただけでククを丸暗記できる能力があるんだったらそれは多分ネットビジネスも同じようにね1回やっただけすぐできる可能性はあるかもしれないですよでも多分 9割9分、ほぼ10割に近い人が、一回ククをね、全部パッて見ただけで覚えて全部スラスラ言えるかっていうと、多分無理なんですよ。それもし言えるとするならば、人間じゃないかもしれないです、もはや。うん、一回ククを、人生で初めてですよ。人生で初めてククを見て、一瞬で覚えてスラスラ言えるみたいなね。多分ないんですよね。 うんだから、その、それを僕たちはやってるわけですよ。だけど、なんかネットビジネスになると、なんかそんなのやりたくないみたいなね。なんかそんな、クく覚えるなんて、そんな、なんか、そんなやりたくないみたいなね。それ、ないよねっていう。<laughs> 単純に、その、当たり前のこと、新しいことを挑戦する、新しい能力を、スキルをつけるっていうことは、もう、あの、圧倒的に量をこなす以外、僕は本当にないと思います。 特に自分が能力がないと思ってるんだったらなおさらです。自分が天才だと思ってるんだったら別にいいんですけど、自分、僕なんかは特に能力がないと思ってるんで、あの、この動画を見てる誰よりも能力がない。この動画を見てる誰よりもバカ。この動画を見てる誰よりもアホ。だから、人よりやるっていう量をね。だから、九九に関しても、人よりああ暗記する、ね、能力がないんだったら、人の2倍、3倍九九の呪文を唱えないと覚えられないじゃないですか。 それと一緒ですよ。全く。うん。だからタイピングに関してもね。あの、僕、ローマ字わかんなかったですからね。だローマ字はタイピングで覚えましたもん。だからそれぐらい、ローマ字すらわかんないけどタイピング打てるんですよ。打てるようになりました。ローマ字普通わかる、わかって、あ、じゃあ、ロは L と O だねとか、その、わかった上で多分タイピングってすると思うんですけど、僕なんか、ローマ字わからなくてやってましたから。 ローマ字だから本当にタイピングでローマ字を覚えたようなもんです。わかります順番逆みたいな。普通の人ってローマ字知ってますよね。てか僕、中学校の一中1のテストあの7点だったんで、一番最初の英語のテスト7点ですよ。だからもう、英語もローマ字も全くわかんないんですよ。大人になっても。だから大学の時か。大学の時の後半か、あのその徳田でやったんですけど、まあローマ字わかんないですね。で、大学の あそ高校の時は僕は英語本当にダメで、あの、すいません、俺のカンニングペーパー作りました。<laughs> これね、勉強したんですけど無理で、もう諦めましたね。で、カンニングペーパー作って最後。で、カンニングペーパーの練習してましたね、最後。だその徹夜でやったんですけど、全然無理で、あ無理だと思って。<laughs> まあこれ真似次第あんま良くないと思いますけど、まあそのカンニングペーパー作りましたね。で、大学はね、これラッキーで、 これもね、ネットビジネスとは似てる部分があって、大学ってみんなサボるんですよ。みんな行かないんで、最前列で座って、最前列で座って、先生の話めっちゃ真剣に聞いて、はいってやって、先生と仲良くなると、これね、教えてくれたりとかね、あの、まあ、評価は少なくても、あの、点数取れるんですよ。いただけるっていうね。しかも大学ってなんか参考書持ち込み OK とかね、あるんですよ。これびっくりしたんですよね。 マジかみたいな。で、僕、大学行けた理由は、高校も大学行けた理由は、スポーツやってたんで、全部スポーツ推薦で、面接のみだったんで、勉強全くしてないですよ。スポーツ推薦、全部スポーツ推薦で入ったんで。高校は結構きつかったですね、テスト。でも、大学はね、逆にあの、真面目に言っとけばなんとかなるっていうね。みんな、みんなが多分真面目に言ってたら多分あれだと思うんですけど、みんな全然学校来ないし、遊んでるんで <laughs>。 本当に最前列に座って真剣に先生の話聞いて質問とかするとこの子聞いてくれてるなみたいな <laughs> こう目を置かれるんでこうなんとか単位取れましたねだ単位取れますよまあその大学によってはねちょっと東大とかそ,そこクラスになったら分かんないですけども僕の三流大学とかだったら多分行けますよマジで <laughs> 本当にラッキーですね、うん、だ,かだから本当にその頭悪くても単位取れるんですよちゃんと行ってれば行くだけですよ 学校に。でもみんな行ってないから。<laughs> しかも最前列で座って真剣にノート取る人なんか大学、僕の三流大学でいないんで <laughs>。まあ行ってもなんかスマホいじってるとかなんか携帯いじってるとかそんな感じですから。だから先生もね、ね仕事でね、こう教えてて、ね、まあ、まあ、まあ慣れてると思うんですけど、ただせっかく教えてるんだから真剣に聞いてもらいたいとかあるじゃないですか、人間なんで。 でみんなスマホいじってるとか、ガラケーいじってるとかね、まあそのと。大学の時にガラケーか。ガラケーいじってるんですよ。まあ、最前列に座って目輝かせて、こ聞いてるあノートがっつり取ってる人いないですから、あんまり。あんまりいない。うんうん、だから僕はね、そうやって大学はクリアしました。単位ね、だから一個,個も落としてないですよね、僕。で、特待で僕、大学入ったんで、単位落とせないんですよな。なんでそれ言ってたかっていうと、特待で入ってるんで、単位落としたら特待解除されちゃうんですよ。 だから絶対それ無ダメなんで。だから、だから,だから当時、大、授業ちゃんと行って、部活行って、バイト。授業行って、部活行って、バイト。この4年間、やりましたね。結構辛かったですけど。部活,部活終わった後のバイト、マジしんどかったですけどね。でもそれ4年やりました単位落とさず。しっかり単位取ってね、卒業できましたけど。ただ、まあ就活はきつかったですけどね <laughs> 本当に <laughs>。就活はきつかった。 ま、まとめましょう。まあ、あの、まあ、月収100万稼ぐ上で、やっぱ大事なことは、まあ、何にフォーカスするかですね。うん、やっぱその、どんなに頑張ってもね、どんだけ量をこなしても、どんだけ量をこなしても、そもそもとして100万稼げないビジネスをやってる、仕事をやってるのだとそれは無理でしょう。だからまず100万を目指せるビジネスを選ぶ。まあ、それはもうね、僕たちも情報ビジネスやりましょうって言ってるんで、情報発信しましょうっていう、これはいくらやっても、まあ、そもそも失敗がないですから。 失敗ありますお金かかんないんで。うん。だから情報ビジネス以外、なんか初期費用なしでできるのってないんじゃないかなと思うんですよね。いくらやっても金かかんないし。逆に言うと、めちゃめちゃやった分だけスキルつくし、ね、どうやって稼げるのかも分かってくるし。で、なおかつ、リスクもない。だそこにね、一点張りやっぱやるってのがね、大事だと思いますよ。うん。だから久保さんもその自己アフリートもすごいですけどね。 やっぱそのリスクなくできることを徹底的にやれば誰でも成功できるんじゃないかなと思いますね。みんなリスクを取ってるんですよ。その、頑張っても。頑張っても、要は頑張っても月収100万いかない仕事をやるリスクですよね。わかりますそこに時間を注いでるっていう。どれだけ頑張っても月収100万いかない仕事をやるリスクっていう。多分それをリスクとか考えてる人はいないと思いますけどね。うん、なんかそれが逆に安定みたいな。 そ,っから抜けその安定から抜け出せないみたいな。でもその安定はリスクだよって話ですね。言ってらっしゃい